収穫体験が行われたのは高森町下切地区の甲斐義夫さんの畑です。県内外からおよそ200人が参加し、青々と育った高菜を一つ一つ丁寧に収穫しました。これだけ高菜取り放題だとパラダイスみたいで最高です。おいしい？おいしい。これ茎がしっかりして美味しくて、ポキポキ食感も楽しめるのが魅力的だなと思います。収穫した高菜を塩もみして漬け込む作業も行われ、参加者たちはどのようにして食べようかと楽しみにしていました。高菜漬けのおにぎりにして食べます。今年は寒暖差が大きかったため、高菜のサイズは小ぶりということですが、味や品質は例年通り良いということです。